皆さんこんにちは、しだれ TV 石井亮介です。本日もワンウェイゴルフクラブさんで撮影をさせていただいております。ありがとうございます。なんか珍しいもの持ってきましたね。水野、これがね、リクエストしてくれる方が結構いらっしゃってですね、はい、水野の M クラフトというパターの、これなんて読むのかね、重いじゃないと思うんだけどOMOI 重いだね、うん、はい、3機種あるんだけど、はい、そのうちのナンバー2かな。打感がね、ステンレスとはやっぱ全然違うんですよ。へー、あれ？いわゆるニューポート2型ってやつですよ、はい、ちょっと角張ってて、ヘッド素材がミズノナンテッドアザイアンと同高度のナンテッド S25C を使ってる削り出しのパターで、そのソールのミルドフォージド25スティールって書いてある、うん、ソールのそのウェイトをこのアタッチメントで変えることができる、大胆に変えることができる。見える？33、13、13で今88。今日時間があんまないんでね、そこまではできないけど、うん。水野のパターがいいっていう人がちらほらいらっしゃって、はい。ちょっとやってみることにしました。国産のメーカーでパターをラインナップしてるのはやっぱなかなか大変なんでね。あ、いい音。これか。打感がね、ステンレスとはやっぱ全然違うんですよ。へー、あれ？ショップの店頭にあったら買っちゃうパターンだね、これね。あれ、入るぞ入るぞって。なんだろう、この打感。ちなみに削り出しパターって303ステレスが使われること多いじゃないですか、はい、軟鉄が柔らかいからって軟鉄使うことはあんまりないじゃないですか。昔のキャメロンがなんか詳しいね、ね、スチールされてましたよね。はい、95年のモデルと98年のモデルはカーボンスチール、はい、で錆びちゃうんですよね。トライレイヤードもそう、はい、あのタイガーが使ってた、だ昔は使ってたんで、なんでかというと柔らかすぎるとあの機械で切削しにくいんですよ。あのちょっと固めのサクサクっとこう削れる方が結構削りやすくて、それでステンレスが使われることが多いんですね、うん、まあ、もちろん錆びないのもあるけど、だから頑張って削ってると思いますよ。ネックのところをこう揉むんですよ、あのシャフトを入れるときに。アメリカのキャメロンは結構カリッカリッカリッカリ削れるんですよ、うんうん、で日本のステンレスとかだと結構粘るニューっていう粘度が違うんで、だから違うんでしょうね、はい、組成が同じでも全然ちょっと違ったりするときがあるんですね。いわゆるその仕入れ先っていうか工場が違うと違ってきます。で、あ、これが打感の違いになるのかななんていう話を当時した記憶があります。つうかめちゃめちゃ入るんですけど、うん、買った方がいいんじゃない。これも買いです。買い打感は、うん、まあ柔らかいっていうよりはコツコツっていうこう当たった感触がちゃんとして、でそんなにこう極端に柔らかいっていうのでもないし、でも金属と当たってるっていう手応えはあるので、まあ、そこは多分ステンレスとはちょっと違う金属感が好きな人でも、ほら同じステンレスでもあのミーリングのその粗さが違うと全然こう打感って変わるじゃないですか。だからそういう意味で言うと、まあ一つこの、まあ、それが素材がそのアイアンと同じかどうかは別としておいて、打ったその感触とかまず好きか嫌いかっていうところと、で形状はいわゆる、まあ、オーソドックスなピン型だと思うので、まあ、構えづらいっていう人は多分それはもうピン型がそもそも嫌いな人以外はいないんだろうなと思いますし、なんか使い勝手がいいなって思うのと、あとそのグリップが意外とあのなんていうのかな、手に当たる面の部分がすごいこう長方形っぽく感じるんで、あんまり開閉しづらいっていうか、まっすぐ動かしやすいようなグリップになってるっていうのもちょっと面白いなと思って。グリップ重いって書いてあるよ。でもね、グリップの重くないよ、うん、
でここの面がちょっと太めでしょ、うん、だから手のひらの面があんまりこう向きが変わらないようになるっていうか、あのまっすぐ使えるっていうようなイメージがしやすい。あのちょっと大げさだけど、なんだっけ、あのフラットキャットでしたっけ、グリップ、あの平らなやつ、はいはい、緑の、 あれを入れてるかのような、あの手のひらのこの安定感みたいなものはちょっと感じる。それが重いかどうかは知らないよ。重さと、はい、あとそのなんだっけ、 MOI と、はい、あとなんか俺なんか見たよ、あこの重いの、重いの、あ MOI だ、大きい MOI、 大きい MOI。 怒られるよ、多分コメント欄で怒られるよ。いい加減なことなんか言ってる。あと作り手の重いだ、重いね。水野さん、あれそれ何で、あそれ石ゴルフだったことなかった、僕何もやってないよ、僕じゃないんじゃない、あそう、うん、じゃあ違うチャンネルか。ゴルフの YouTube 見すぎでしょ。僕のチャンネルだったら僕知ってるでしょ、だって。これ今軽くしたんですね、まあ、いろんな意味合いが入ってるってことですね。さすが石井さんでございます。糖と昼 8g8g だったのを意地悪かのように 3g3g にしてみました。最近でもこのウェイト変えれる系のパターが各地出してて、あのこの間あれですよ、ロディオさんのパターでネックも変えれる、重さも変えれるっていうのがあって、それでいろいろこう重いのから試したら、どうやら僕は軽いの好きだってことが分かって、さすが昔のプロゴルファーだ、はい、軽いのでこうコンって打ちたいっていう。今ヘリが飛んでますけど、皆さんお気になさらず。はい、あの軽いパターで、いわゆる飛ばないパターでちゃんと打ちたいみたいな、どうもこうイメージがあるみたいです。オスプレイかもしれない、ね、でも打感柔らかさはむしろ僕88よりもこの33の方が柔らかく感じるんですけど。マジかよ、今日はやりませんけど、トートヒールの重りをちょっと変えたりすることで、それなんかさっきのスパイダーなんちゃらで、そうそう、開閉を変えられたり、はい、あとはまあ石井さんのように重いのが好き軽いのが好きでちょっと調節できたりできるし、これでもどうなの、ウェイトがさ重量物が変わるってことは見た目は一緒で、はい、操作感とかが変わるってことでしょ、はい、まあそんな気にならないか。あの一番軽い3から一番重たいところに行くとものすごい差が出るんだと思うんですけど、まあ、真ん中基準にして重いのが好きか軽いのが好きかだったらいいんじゃないかなと思います。なるほど。水のパターどうですか。思ったよりいいのが、打感が今僕これ軽くしてる 3-3 のバージョンね、うん、これだと僕が好きな打感で僕の好きなイメージの初速になるので、だからこれは自分で自分の好きな重さを選べばいいのかなと思います。あのフェース面はごめんなさい、ステンレスとか、あの鉄とかそういうの関係なしにミーリングで、あいい柔らかい打感になるんだなっていう、そういう感じです。で構えた感じもシルエットはもう至ってニュートラル、普通の取り立てで何かごめんなさい特徴がすごいあるっていう感じはしないんですけど、まあ、結構こういうネックのこういう角角がきちっとこう切削しちゃったりとかするんで、まあライン角はどの場所を使ってその目標に合わせるかで人によってあるとは思うんですね。ある先輩なんかここでまっすぐ合わせる人もいれば、ここで合わせてる人もいれば、ここで合わせる人、みんなそれぞれあると思うんですけど、あのどこ使ってもまっすぐ合わせやすいな、まあオーソドックスだなっていう感じはします。まあそれを上で、まあいわゆるその重さを変えたりとかいろいろできるよっていうところが、まあ水野さんがこういうのを作ってきてるのはまあ面白いなと思います。まあ、個人的にはこのグリップがすごい好きっていう。じゃあもう終わりましょうか。はい、というわけでお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。